乾いた雑巾から血を絞り取るような苦しい稽古がその日から繰り返された学校から帰ると久子はもう父の手に捕まえられてバイオリンを持たされたそして稽古は夜ふくるまで続く日もあった覚えの悪い日はバイオリンを持って立たされていた 久子の体は、古綿をちぎって捨てたように、くたくたに疲れた。昼間、教室の中で居眠りすることが多かった。受け持ちの訓道は、章之助を呼んで注意した。が、章之助は、その訓道と喧嘩して帰った。彼は、氏神の前に誓った通り、もう仕事にも出かけず、弟子も取らず、 一日家にいて、そして、久子が学校へ出かけた留守中は、どうすれば、人一倍小柄な久子の貧弱な体格で、元来西洋人の体格に応じた楽器であるバイオリンが弾きこなせるだろうか、どうすれば人一倍小さな久子の指で弦がマスターできるだろうか、と考え込んでいた。そして、玄関で。 ただいま」という久子の声が聞こえるともうピアノの前に座っていたそのピアノはすでに抵当に入っているものだったがその日の米にも困る暮らしであった翔之助の稽古はその貧乏ゆえに一層厳しかったよその子が皆遊んでいるのに 自分はなぜ遊べないのだろうかと、久子はため息つきながら、いつもバイオリンを肩に当てるのだった。ある、夏の夜のことであった。何度繰り返しても、久子はうまく弾けなかった。曲は、バッハの風が。バカそんなことで日本一のバイオリン弾きになれるか 翔之助はそう言い捨てて、蚊帳の中へ入ってしまった。久子はべそをかきながら、父の後について、蚊帳の中へ入ろうとすると、お前は蚊帳の外で、できるまで引くんだという父の声が来た。久子は眠い目をこすりながら引き出した。翔之助は蚊帳の中で聞いていた。 もう一度「できた」と言うまで弾け地図の玉をたぐり寄せるようなバッハの風が、それを久子はそれこそ地図の玉をたぐるように何度も何度も弾き弾かねばならなかった父はいつまでたっても「できた」と言ってくれなかったやかましいねえ。 母親の玲子は吐き出すように言って寝返りを打った玲子は久子の生みの親ではない玲子は久子の母親の妹であったが久子の母親が久子の3つの年に亡くなって間もなく5歳に入ったのである久子にとっては昨日までのおばが急にママ母に変わったわけである 元はおばめの間柄であったから、さすがに玲子は世のママ母のように、久子につらく当たろうとはしなかった。むしろ、よい母親と言ってもよかった。しかし、夫の章之助が今日このごろのように、あけてもくれても久子にかまけていて、麗子自身腹を痛めた弟や妹たちとは比べものにならぬくらい、久子に熱中しているのを見ると、 さすがに礼子はいい気はしなかったおまけに翔之助が久子相手の稽古に没頭して自分の仕事を顧みなくなってからは家の暮らしが一層困ってきているのを思うと礼子ももはや久子のよい母親になっているわけにはいかずいつかままは始めてくるのだったというそんな微妙な事情を 久子はさすがにママ子の本能で敏感に嗅ぎつけていたから、自分の眠れないことよりも、まず自分のバイオリンが母親の眠りを邪魔していることの辛さが先立つのだった。だから早いことうまく弾いて、父親からできたと言われようと焦るのだったが、思うように弾けなかった。 夜が更けてきた。久子はわっと泣き出したかった。が、泣く前と耐えていたのは、生まれつきの過ちきな気象であったろうか。しかし、久子の目は、不思議に冷たくさえかえっていた。その目の光は、父親の昭之助でさえ、何かひやりと感じるほどであった。一皮目の切れ長の長いその目は、 仮面の目の目ようであった虚無的に迫る青い光をそこにたたえて澄み切っているのである月並みに霊儀だとか勝ち気だとか年に似合わぬ傲慢さだとか形容してみてもなお残るものがある不思議な目だったところが疲れたようにバッハの風雅を繰り返して引いているうちに さすがに久子の目は血,走ってきた充血して痛々しいくらいであるおまけに夜更けとともにおびただしく出てきた蚊は久子の腕や手や首を容赦なく刺すのだったかわいそうにという身を切られるような思いがさすがにちらと昭之助の胸をかすめたがしかし彼は依然として ひさこを蚊帳の中へ入れようとせず、また、できた、とも言わなかった。そのような、章之助の冷酷さを見ると、さすがの麗子もひさこにふと、同情の念を催すくらいであった。しかし、ひさこもひさこだ。と、麗子はまた思った。今夜はもうこのくらいで勘弁してくれ。 頼めばよさそうなものだのに、がんとして蚊帳の外に頑張っているそのいこちさは、当や十一の少女とは思えなかった。親も親なら、娘も娘だ。どちらも正気の沙汰ではないと、玲子はむしろ呆れ返った。夏の短夜は、やがて明けそめてきた。 が、久子は依然として引いている。蚊の中の章之助は鉛のような沈黙を守っている。あまり黙っているので、久子は、父はもう眠ってしまったのかもしれぬ、と思った。が、それでも引いているといきなり、できた替えの中から父の声が来た。 久子はわっと泣き出した。パパはやっぱり起きて聞いていたのだ翔之助の目も血走っていたそして涙をためていたが久子はその父の顔がはっきり見えなかったその夜のうちに目を悪くしていたのであるやがて 久子は名へ通わねばならならかった。しかし名車に払う金もないような貧乏暮らしだった久子は名車に通う途中少女雑誌を持って古本屋へ立ち寄り金に変えねばならなかった